皆様こんばんは。ギミュートリヒにつれづれトーク、バイオリニストの阿部敦子です。ここ数日、日本の各地で大変な雨が降って大きな被害が出ていますね。皆様大丈夫でしょうか。そして被害に遭われた方いらっしゃいましたら、本当に心から、お見舞い申し上げます。一日も早く日常が戻りますようにお祈りしております。先週は1989年の夏にチューリヒ湖畔で、ミルシュテイン先生の講習会を聞かせていただいて、大スランプだった自分にとって本当に救いとなる言葉と出会い、私自身が次に進む勇気、そして音楽を奏でる上でとっても大切な何かをこうしっかりと、受け取ることができた、そんな時間についてお話しさせていただきました。今日は第2弾、チューリヒ湖畔第2弾として、その時にご一緒させていただいた、バイオリンの大先輩たちから聞いたお話、語り合った話から、思うことをつれづれに、おしゃべりしていこうかと思います。その時に私を誘ってくださった先輩の、バイオリニストの方と、そのご友人の方々はもうすでに当時フランクフルトやロンドン、そして日本、アメリカなどで大活躍なさっておりまして、私にとっては本当の意味で当時の、音楽界のリアルをたくさん教えていただくことができた貴重な、時間となりまして、で講習会がね終わったりして、みんなでチューリヒ湖のクルージングっていうんですか、ちょっと遊覧船ですね、遊覧船で、気持ちのいい風を受けて遊覧船で回ったり、それから夕ご飯を道に張り出したテラスで美味しくいただきながら、もう本当にいろんなお話を聞くことができました。いい時間でした。でその時に、敦子ちゃんはこれでディプロム取って日本に帰ったらどんな演奏家になりたいのって聞かれて、で私は、当時本当にいろんな意味で体も心も疲れていましたので、エネルギッシュに、私は日本に帰ったらバリバリ演奏活動していきますっていうようなことを言える元気は全然なくって、でもちろん私の性格としてもだったのかもしれないんですが、私は私が奏でる音楽を一人の方であってもいい、聞いてて幸せだな、また聞きたいなと思っていただいて、求められたら求められるままに演奏を続けていくような、そんなバイオリニストになりたいって言ったんです。そうしたら大きな声で笑われて、そんな甘い無理だよ、日本でそんな活動なんてって言われてしまって、でまあそうだろうななんてちょっとは思いましたが、実際にやっぱり当時日本にて、じゃあ演奏家がやっていくっていうのはどういうことなのか、どんなに厳しいのか、芸術家ってどんなにあまり大事にされていないのかという現実をいっぱい聞かされてっていう言い方あれですね、教えていただいたら、もうそれはねちょっとだけ悲しい気持ちにもなったんですが、やはり彼らはその日本だけではなく、ヨーロッパやアメリカを経験した上での日本の現状でしたから、本当にその差の大きさはもうとてつもないものだったんですね。で日本に帰ったらね、芸術家なんて商品だよ、演奏家なんて商品なんだよって、だから自分のやりたい音楽をやるなんて無理だし、それをやっていたところで、商品としてもう活動をしたところで生きていくのは本当大変なんだよっておっしゃって、
で自分の中でもちょっとそれは自分自身が活動をすでにウィンでもう始めていましたので、そんな中でもいくつかうんうんうんって確かに日本にこうアンテナを巡らせると、ああそれが現実だなと納得もいくような話は聞いていましたから、うん、わかるわかる、でもな、わかるわかる、でもね、私はやっぱりさっき言ったような演奏家になりたいんですって、うん、そう思っていたんですね。じゃあどういうふうに私が当時どんなことがあったのかって言うと、当時は私自身もまだ学生だったんですが、おかげさまでいろんなお仕事をさせていただいていました。オーケストラのお仕事、それから室内楽のお仕事、ソロのことなどで、それこそ自分の方から何かをこう売り込むとかそういうことではなく、声をかけていただいては演奏活動させていただいてた。で、例えばエーベルト先生、以前にお話ししました第1回目の時ですね、お話しさせていただいたエーベルト先生が今度ね、国家の勲章授与式、何々博士がの勲章授与式に演奏を頼まれているんだけれども、一緒に弾きませんかって言ってくださって、一緒に演奏するとかという機会は何度もいただきまして、でそういうところだと首相をはじめ大臣とか、まあ本当にそういう国の、代表となる方たちがいっぱいいらしたんですけれども、そういう方たちが演奏が終わると私たちの方に来て敬意を表して、本当に一演奏家として、一芸術家として本当に心からの敬意を表してくださる、そういう経験をたくさんいただきました。そして例えば企業が主催する演奏会というのが本当にたくさんあって、でそう、例えば小さなものであれば学校にとか老人ホームでとかっていうものも、日本ではよくボランティアって言って、演奏家自身が演奏無償で提供することが多いし、それを求められることも多いんですけれども、そうではなくって企業がそれを企画して、演奏家はきちんと演奏家として、まあ演奏家ってそれで生きてくわけですからね、本来ちゃんとそれを企業なり国まあ公の機関がきちんとそこはギャランティーとしてくださって、そして私たちは演奏をプレゼントする、皆さんにお届けするっていう、本当の意味でのギブアンドテイクがきちんと成り立っていた。だから私たちは何もこう不安を覚えることなく、十分な心を豊かにして演奏をすることができて、だから聞かれる方たちは無料で聞いていたとしても、その人たちも分かっているんです。どこがきちんとこの演奏会を作ってくださっているのかちゃんと分かっているから、私たちに本当にこんな、ね、例えば若い時にはね、演奏会行ったのよ、舞踏会にも行ったのよ、でももう今こういうところに来るとなかなか行けないから、こんなにここでこの場で演奏を聴けて本当に嬉しかったわって言って、もう手のひらにね、当時マルクでしたから5マルクコインとか、きっとご自分が持っているわずかなあれを固定に入れて、アイスでも食べてねって、そういうなんていうか本当に心と心が通い合うような演奏会っていうのを私はいっぱい経験させていただいてきたんです。でそんな時に、まあ、一つ所属していたオーケストラとして、オーストリアの、フラウエンカンマンオーケストラという女性だけのオーケストラ、小さな小規模 のチェンバーオーケストラですね、があったんですが、そこで弾いておりまして、でそこ のチェンバーフラウエンカンマンオーケストラが、日本をはじめとしたアジアツアーに行くことが決まって、おーやった
これでなんていうか自分のお金で日本に帰るんじゃなくって、あのツアーでね演奏家としてこう日本に帰ることができるなんて、なんて嬉しいんだろうって大喜びしたんです。ところがその嬉しいニュースの直後にですね、ほんとちょっとしてから私ともう一人あの同じようにキュヒル先生のクラスで私より年齢の上のでもあの、クラスとし 学年ないんですが、彼女は後から入った方だったんですが、あのメトロポリタンかあのオーケストラのコンサートマスターなさってる、中国系のアメリカ人の彼女と私だけがですね、そのツアーから外されるということを聞いたんです。なんでって思ったら、日本のその呼ぶ、音楽事務所からその外国のオーケストラを呼ぶわけなので、髪の黒いアジア人の顔はちょっとね、あの断りですって言われたということなんです。今じゃ考えられないですよね。これ大問題ですよね。今はね、絶対あってはいけない、大変です。そんなこともしもしたらどうなんだろう。今でもあったら大変ですね。そんな風に言われました。で、まあ、あのナンシーはあのお友達の彼女はとても強い子なので、じゃあ私たちが金髪に髪の毛染めればいけるのって、いけるんですか、どうなんですかって言って、ずいぶん食い下がって私たち2人で、でも結果ダメだったんです。一緒に行けなかった。どうしても日本の音楽事務所エージェントがダメだったんですね。それを許してくれなかった。日本ってそういう国なのかってその時思いました。そしてまた私の兄もバイオリニストっていう話は以前しましたが、彼は日本人の方と向こうでコルテットを組んでいて、そのコルテットで日本の演奏会をと思って音楽事務所に、彼の場合はまあちょっといけないかなっていうことであれしたら、全員日本人ですか、今度逆ですね、一人でも外国人入ったらいいですよ、考えてみてもいいですよっていう話があったって聞いて、また私の頭の中がピーって沸騰したんですが、それが日本の現実。そしてまあある程度の覚悟をして日本に、まあ、その年にディプロマを取って帰ってきたわけですけれども、やっぱりもうそこではあまりのその芸術家への、対応ですか、そういうものにの違いに本当に参ってしまって、体を壊しちゃって、半年でまた、ミュンヘンに戻ったわけですね。ヨーロッパに戻った、そんな現実がありました。何がどう違うのか、まずそのサポート、アートへの、演奏家だけではないんです、芸術へのサポートっていうものの認識がですね、その芸術家っていうのがその芸術というもの、その人の能力で生きていかなければならん、生きていくものなんだっていう感覚がをきちんとこう見えていないのかなっていう感じは受けます。ですから今でもおそらく多くのオーケストラであったり、バレエ団であったり、この間熊川さんのね、熊川哲也さんの K バレエカンパニーが、テレビ局とタイアップしましたっていうのはありましたけれども、そんなの本当にまだ始まりの始まり、そして一部ですよね。でも現実問題としてオーケストラで食べていく、それだけで食べていくっていうこと、その生活をしていく、すごい言葉でしたね、食べていくなんて、ちょっと現実的な俗っぽい言い方で申し訳なかったんですが、そういうことができない、これは本当なんですね。で、私の兄がそれこそ、日本に以前帰ってきた時に、私と一緒にある公の施設に対してのこう、トークでこうインタビューを受けたりした時に、施設についてどう思われますかみたいなことで、そんなことがあったんですが、その時にその県の担当者の方が、我々の県にもプロのオーケストラがありましてねって、県としてもこれだけの、助成金補助をしているんですっていうことをこうちょっと誇らしげにお話しなさった時に、兄が、あ、それは一人に対してですかって、オケマン一人に対してのあれですかって言ったくらい、そのくらいのその認識というか現実の違いがあっ
これ本当の話です。で、ですから多くの今現在一生懸命頑張っている、例えば劇団であったり若者のが一生懸命頑張っているところなんか、みんなねアルバイトしたりいろんなことしながらまず生きていくことに必死、そしてその中で芸術をやっていきたい、こう表現したい、やりたいんだっていう気持ちを現実にはやるのはもう自分たちの命を削りながらやらなきゃならない。これではやっぱり本当の意味での芸術支援にはなっていない。これ支援という言葉自体もなんかちょっと引っかかるんですね。助けてあげるよではないんです。生きていく当たり前のギブアンドテイク、これがあるべきなんじゃないかなって強く思います。企業スポーツはあるけれども企業劇団はないみたいな、日常の生活が成り立った上でそれで本当に生活していける、その上で芸術をその十分な芸術をすることで今度はそれをしていかない人たちが、そこから得るもので豊かになっていく、そんな社会が実際に循環していってくれたらなってとっても強く思います。芸術っていうとあまりそれに触れていない方たちにとっては自己満足じゃないか、趣味の延長じゃないかって思われるかもしれないけれども、過去をこう振り返ってみると人類がいろんな危機にあった時に芸術は大きく花開いて、そしてそれによってたくさんの人々の心が豊かになって救われて、そしてまた歴史がつながっていく、そういうふうにそういうことを繰り返してきているわけです。で、哲学者のハイデガーという人が残した言葉に、芸術は人類に残された唯一の共生手段である、人類にとって残された唯一の共生手段であるっていうこの言葉は私はとっても大切に思っていて、本当に芸術って人々を大切に導いてくれるものだと思っています。その芸術を担っている人たちがもっと本来の力を発揮できる環境で豊かに表現できる環境っていうものを、もっともっと日本は特に自国民に対して、やっていってほしいなって思いました。これがある意味日本にいる芸術家たちの現状なんですよっていうものを今日はねお伝えしたような形になりましたけれども、そうつい先日私は大好きな劇団の、舞台を見に行きました。そのね妖精大図鑑さんっていうんですけど、妖精大図鑑さんのね、演目を見に行くといつも何とも言えず幸せな気持ちになって、何とも言えず心がキュンとなって私は大好きなんです。でもその劇団さんもどんなに頑張ってもうみんな一生懸命いろんな仕事をしながらやっている、そういう若者がいっぱいいるんですね。見に行ったのはね、その劇団さんと出会ったのは私の娘がいつも呼んでいただいて、舞台に立たせていただいて、私の娘も舞台人ですのでダンサー、そして演劇俳優さんとして、やっていますが、彼女たちが本当に自分たちが豊かな心持ちで、これからもずっと、夢を持って夢を私たちに、与えてくれられるような社会になってほしいなって強く思いました。11月の公演もあります。浅草で今からとっても楽しみ。そんなこんなを1989年のチューリヒ湖畔での、懐かしいお話から、いろいろと私の頭の中で思っていたことを今日は皆様にお話しさせていただきました。
まだまだ語り尽くせません。これからいろいろとおしゃべりさせていただこうと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは皆様、また来週。阿部敦子のゲミュートリヒにズレズレトークでした。